はい、お大事こと陽介他人でございます。今日はですね、 JBL のスピーカーについての動画です。ひょっとして過去初めてかもしれない。あ、そうですか。はい、です。はい、いうことで今日はですね、ハーマンインターナショナル株式会社のプロダクトマネージメント部プロダクトマネージャーの、濱田直樹さんにお越しいただきました。お願いします。おめでとうございます。はい、ということで、もうちょっとこのスピーカーちょっと良さそうだなというふうで、まあハーマンさんにコンタクトしたとこすぐに来ていただいて。そうなんですよ。こんな素晴らしい。いうことで若干まあこの辺とも若干縁があるっていうね。そうですね。いう感じなので、小樽この西春って言ったらこうすぐにみたいな、はい、犬山線の犬山線の、はい、いうことでございまして、まあ、話が早いということでございますが、はい、ですね、今ハーマンインターナショナルについてのちょっとまずお話なんですけど、まあ、JBL ってブランドがありますよね。そうですね。で、ちょっと分かりづらいんですけど、本気系のというか、本気系のエベレストとか、オタヤオーディオでもやってますけど、はい、昔からの、はい、はい、スピーカー。我々はラグジュアリーオーディオと呼んでます。ラグジュアリーオーディオ、はい、という部門と、はい、あとは、最近よく見るちっちゃい Bluetooth とか。Bluetooth スピーカーね、はい。はい。っていうのがあったりだとか。はい。はい、するんですけど、はい、まあ、今回はこれはどっちに属するんだろう。まあ、ラグジュアリーではないよね。そうですね。うん、だからそういうちっちゃいスピーカーの仲間というか、仲間というか、若い者に向けたスピーカーだという感じでございますね。はい、で、これが結構ですね、陽介さんにもハーマンさんに連絡したのも結構ちょっと問い合わせがですね多くて、うちのスタッフが陽介さんこれいけますよみたいな、いけますよみたいな話、あ、本当みたいな感じで、どうやら、はい、なんか海とか山とかで、うん、はい、まあちょっと音楽好きの人が結構使ってるっていう噂があって、うんうん、まあそれはやっぱオタレコでちょっと取り扱わないとダメだなということで、まあ、今回はお願いしたということでございます。はい、はい、じゃあですね、早速なんですけど、はい、商品名が、JBL のパーティーボックス。そうです、パーティーボックス300がこちらの大きい方ですね。うん、はい、で、はい、パーティーボックスの100、こちら9月に出たばかりの新商品で、ちょっと小柄なものと。あ、出たばっかりなんですか。そうなんですよ、9月に出たばかりです。じゃあ撮影のタイミングとしてはまあまあ悪くない。バッチリだと思います。あ、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いうことでございます。これは大体でいいですけど、いつ出たんでしょうかね。そうですね、パーティーボックス300の方は今年の3月発売になりました。あ、じゃあこれもまあまああれなんだ。まあ新しいといえば新しい。ばっかりなんだ。はい。なるほどなるほど。いえいえ、はい、いうことでございまして、うんうん、で一応ですね、まあ何が違うんだっていうことなんですけど、まずそれのご説明をしていきますけど、まずお値段の方からも先に言っちゃいます。こっちが標準価格で29,880円税抜きということで、でこっちが54,880円。税抜き、はい、ということで、まあさらっと言っちゃうと3万円ぐらいと5万5千円ぐらいということで、こっちの方が2万5千円ぐらい高いと、はい、いうことなんですけど、まあまあ大きさが違うからこっちの方が強いんだろうなと、はい、いうことは容易に想像ができるんですけど、はい、出力に関してはですね、240W、はい、すごいですね。結構出ますね。ものすごい出ますよ。ものすごい出る。震えます。震える。はい。はい、ということで。で、こっちが 160W。はい、160でも結構十分ですけどね。はい、部屋でやるにはね、うんうんうん。いう感じなんですけど、うん、それ以外にもですね、まあ、こっちの方が大きな音が出るんだけども、違いがあって、まあ、入力端子だったりだとかの、そうですね、違いがあるという感じです。うん、で、どうしようかな。そしたら、まあ、まず最初に鳴らしちゃおうかな。それが一番いいかな。はい、ですね。ちょっと鳴らします。何はともあれ。よいしょ。ちょっとパソコンどかして。まず100の方からいきますかね。はい。はい。じゃあ、これを乗せます。はい。はい。
で、基本的に有線でも Bluetooth でも、いけます、はい、でとりあえずですね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。そしたらとりあえず有線でやってみようかな。有線に関してはステレオミニジャックのインプットになりますので、まあ、こういうやつですね。よくあるイヤホン端子みたいな感じのやつですけど、これで、シンプルにつないでいただければ大丈夫ですね。で、まあ、当然あの最近の iPhone X 以降かなに関してはあのライトニング経由の変換アダプターをつけてもらわないといけませんので、それはそういうことでお願いします。はい、ちょっと待ってくださいね。今日メーカーさんのやつだから著作権をクリアしたやつじゃないと配慮助かります。あのカットになるとめんどくさいね。はい、いうことで、鳴らしてみますね。まず音質チェックですね。はい、はい、いうことで、お、鳴り始めました。軽く鳴らしただけなんですけど、まあ、結構やっぱり口径がでかいんで、はい、口径がでかいんで、うん、がっつりいくのは、まあ、160W だなって感じですよね、はい、で、まあこれぐらいだと一発でどうだろうな、なんて言えばいいんかな、ちょっと10人20人ぐらいの軽いパーティーみたいな感じとか、うんうん、あと、まあ、講演会だったりだとか、はい、そういうのとかも余裕ですよね、うん、はい、はい、いう感じですね。だからまあちょっとしたテンポの BGM とかでも、うん、まあかなりいいなという感じがしますね。ありがとうございます。はい、で、特筆すべきはですね、はい、ということです。バッテリーです。はい、充電すれば、どれぐらい持つんですか、ね、これはあの6時間半持ちますね。おー、はい、なるほどなるほど。まあまあもちろんバッテリーの消耗等もあるからね、はい、あのあれなんですけど、うん、まあ、基本的に6時間半ぐらい持つと、うん、まあ、あとどれぐらいのその負荷をかけるかによって、はい、音量のレベルとかでも変わってきますけど ね、あの分数が変わってくるんで、はい、じゃあ6時間29分で切れたじゃんとか言ってあのそういう電話は受け付けませんね。受け付けません、はい、いうことです。で、ここにですねコンセントがあります。コンセントをつないでやったら充電もできるし、ずっと使いたい場合はコンセントをつないでおけばいいっていうことですね。はい。で、じゃあついでに裏向けたから説明をしますけど、まずですねここに USB があります。これ何のためにあるのかっていうと、スマホを充電しながらずっとこうやってポッと置いとくということで延々とこう使えるという、そうですね、はい、まあ、スマホの電源が切れてちゃってとかっていうことを防げるわけですよね。あとね USB メモリーも実は再生できまして。え、マジっすか。いやいや、だからそれ聞いてない俺。パーティーなんかの時とかはもうかけっぱなしっていうのが結構あるんで、うん、USB メモリーにまあ好きな曲入れて再生するともうシャッフルでリピートを永遠にかけしてかけつけてくれるので。すごい、はい、マジっすか。 やっていいっすか。どうぜひぜひぜひ、はい、あ、ちょうどいいところ、ね、いや、すぐ出ますからちょっとやってみましょう。そういうこと言われるとボリュームってこれもあのここで調整できますんで。ああ、はい、へえ、すごい。あ、読んでる、ほんとテカテカテカって、すごい。来るかな。シャッフルで来るらしいですよ。すごい。お、あ、お
すごい。で再生ボタンを2回押すとスキップをするんですね。あ、そうなんだ。はい、あのパーティー中でこの曲はっていう時はスキップはできるけど戻ることはできない。ここですね。そうですね、タンタンと。っていうかごめんなさい、これあの楽曲制作用のネタとか入ってるから曲じゃないんですよね。はあ、すごい。こうやってやるとスキップになるんだ。はい、次の曲は聴く。へえ、考えてるな、はい、え、だったらもうなんかこうちょっとなんか海とか行った時はそうですそうです、こういう曲みたいな、はい、入れて山行った時はこういう曲とか、うん、まあほんとちょっとした何ですか、結婚式のパーティーとか、うん、そういう時とかにもうちょっとそのウェディングソングずっとかけっぱなしするとかそういう使い方も想定してるようで、うん、あ、それ便利っすね意外と。ええ、なんかディスプレイがないから、うん、なんかちょっとどうなのかなって思ったけど、うん、そのもう USB にこれはこれを、そうなんですよ、ね、この USB はこれをみたいな感じで、うん、やったらシンプルで分かりやすいかもしれない。そうそう、なんか古民家とかでパーティーね、うんうん、されてる方とかでも結構喜ばれてるみたいで。なるほどね、はい、うん、ちょっとごめんなさい、やるのが悪かったです、これちょっと楽曲制作用のネタばっか入ってるんで適してませんでしたね。まあいいや、でもまあ一応使えましたからね。使えます、はい、なるほど、さ、これはすごいわ。はい、はい、という感じでございまして、うん、そういうのにも使えるという、充電ももちろんできます、充電もできるということですね、はい、で、さっきつないでたのが、オグジュアリーのインプットです。で基本的にですね、 LINE ものに関してはここのミニジャックを使ってください。はい、でここのフォンジャックは、こことここが、インピーダンスが若干違うので、均等な音が出ないので、ステレオでやりたい場合はこっちのインプットでお願いします。でここのアウトプットに関してはですね、まあ普通に、ミニジャックミニジャックのケーブルでどんどん増やしていけると、そうですね、音をパスできると、はい、で、パーティーボックスをまあね2個とか増設していただくと、増設、する場合はまあ有線使いたい場合はですけどね、そうですね、こっちでやるという、うん、もう10個でも20個でも30個でもつないでいただいて、はい、ご注文をお待ちしてます、はい、で、こちらなんですけど、なんとマイクもいけると、はい、いうことなんで、街角演説なんかでも、はい、ぜひ使っていただければなと思います。ですから例えば音楽をこうやって鳴らしながら、ミキサー機能もついてるんで音楽も鳴らしながら演説をやると、はい、まあ、もしくはカラオケですよね。そうですね、最近はSpotify とか Apple Music もカラオケの楽曲結構入ってるんでですね、それ聞きながらちょっと練習するとか、うん、そうですね、使い方もいいかなと、うん、はい、第一交渉さんとか、ほうほう、ジョイサウンドさんのカラオケアプリっていうの、はい、お、結構無料であって、僕だって別企画ですけど、はい、松田聖子を皆さんの前で歌ったことありますからね、はい、ガチで、はいはい、なんで、まあ、そういうこともできますよ、はい、ということと、あとプラスですね、ギターって書いてあります。その通りです。でギターがですね、ギターって皆さんね、インピーダンスって言って、そのなんていうの、信号の質が違うからこっち側で調整してあげないとダメなんですよ。でこんなとこ、あ、ギターがあった、はい、ということで、ここのピックアップですね、こうやってこうやって、あ、ちょっとチューニング狂って、まあいいや、こうジャーンってなった時にここでピックアップで信号を拾います。で信号を拾って、ボリュームとかトーンを通ってここの穴から出力されるわけですよね。そんで、ここに入れます。はい、でライン入力でも鳴ります。音は一応鳴るんだけど、純粋なギターの純粋な音じゃなくて、ちょっと歪んだりだとか、ね、音が小さかったりだとかするんで、うんうんうん、ギター専用じゃないとダメなんです。まあこれオーディオインターフェース、楽曲制作用のインターフェースとかでもそうなんですけど、最近は結構ねギター入力付きっていうのがメジャーですけど、これもまあ PA 用スピーカーというかな、持ち運び用の中でギター使えるやつって僕は初めて聞いた、まああるのかもしれないけど、うん、うん、ということで普通にもうこれで、はい、うん、ということで、でちなみにですね、ここに挿してしまうと、ちょっとやっぱり若干でございます。
よかった、なぜかあったんだ。ということで、これは一体どういうことなんだっていう風なんですけど、結婚式の二次会とかでやっぱアコースティックギターとその弾き語りみたいなボーカル、うんうんうん、結構よくやったりしますよね、はい、で、その時とか、あとはキャンプファイヤーで、うん、はい、あの火を見ながらこうね、はい、なんかみんなで弾き語ると昔の感じで、はいはい、うん、やると、うん、いうことでもできます。まあだからまあそのまあエレアコでもいいし、まああのまあ一応エレキでもいいんですけどね。うん、いうことでございます。であとですね、根本的な原因なんですけど、ここでマイナスドライバーで、微調整ができるという感じですね。はい。はい。いうこと。あの爪が長い人はこれでギッてやったら、ね、いや。あれですか。マイナスドライバーでやってくださいね。はい。でまあであとここですね。はい。ここが、バスレフ、ね、そうですね、定域の音の、まあ、空気逃しというかな、はい、いう感じになりますね、はい、で、じゃあ今度上行こうかな、はい、上に関してなんですけど、こんな感じになっています。で、電源ですね、はい、うん、あれこれが今オフの状態、ああこれオフなんですよ、はい、はい、おお来てる、あさっき押したとか、はい、いう感じで、でこれはバッテリーの量ということでよろしいですか。バッテリーの残量ですね。残量ですね、はい、はい、今5個あるうちの1個減ってるっていうことですけどね、はい、はい、でこれがまあ Bluetooth のボタンになりますね、はい、ペアリングの仕方についてはどうやって、長押しかな、まあ、あの、はい、長押しですね、長押しですね、はい、でテカテカ光るんですか、はい、で iPhone とかまあその Bluetooth の機器で拾ってもらえればと思います、はい、はい、でですね、あとベースブーストなんですけど、これはまあベースが増えると、はい、簡単に言うと、はい、いうものになります。定域は3段階で調節できるというものですね、はい、まあ、なしの1個じゃないの、1個じゃないです、そこは強く知らんかった俺、いやいや、これ1段階2段階で、はい、さ、ちょ、実は陽介からちょっと先に試してたんですけど、あ、はい、そうなんだ、これは2段階です。じゃあ皆さんちょっとあの iPhone のですねスピーカー、じゃあちょっとなかなかなんていうかな、確認できないかもしれないけど定域だから、はい、一応やってみましょう、はい、はい、まあ、これはオフの状態ですね、はい、じゃあいきますよ、じゃあ押します、あ、うん、なんかねアタック感がポンポンって、あるじゃないですか、うんうん、でこれかなり僕強調したいんですけど、 JBL ってやっぱりすごくセンスのいいメーカーだと思っていて、うん、音のこと分かってるなって感じがするんだけど、うん、1回押した時にそのベースブーストって書いてあるんですけど、その純粋に低域がちょっと盛り上がるっていう感じでもなくって、ちゃんと音のエッジみたいなのも聞きやすくなるので、純粋にこれ持ち上げてるだけじゃ多分ないと思いますよね、うん、なんかあのベース音とかのアタック感もあの認識しやすくなり、さらに音が太くなるから、なんていうの、なんかこうブヨンブヨンにならない、そうですね、うん、カシとですよね、はい、飛んでくる音ですね、飛んでくる音、うん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 、だからよくあのヤンキー的なベースの増やすやつあるじゃないですか、何でもブンブン言わせばいいみたいな、ああいう感じでは、うん、もうああいうのとはもう全く違う次元ですね、このベースブーストは、うん、なのであの、あ、本当に何でもかんでもベース増やしてってやっちゃうと、うん、なんか本当ダサくな、ヤンキーっぽくなってダサくなっちゃうんですけど、これはおしゃれに増えるんで、うん、そこがすごい、
ありがとうございますなという感じがします。で、フエルテ域もこれちょっと iPhone で確認できないかもしれないですけど、うん、まあ割と本当に低い帯域のところが増えますよね。グッとこう持ち上がる感じといいますかですね、はい、これでも、まあ、ぶっちゃけ電池の持ちは悪くなるでしょうね。それはそうですね、はい、ベースブーストマックスにしてやると、はい、多分結構な違いがあるだろうね、おそらくね、はい、うん、それぐらいねパワー使ったあのヘビーな音が出てますよね、はい、いう感じでもうほんと素晴らしいです、はい、いうのが、100のあ、すいません。そして1個忘れてました。これ忘れてたら一番最後にやろうと思ってたんですけど、はい、はい、この太陽のマークですね、はい、はい、もうなんとなくですね、もうパーティーボックスですから今んとこどこがパーティーやねんというようなことなんでなちょっと JBL さんの本気をちょっと今からお見せしますんで、もう恒例の電気消しをちょっとやります。なるほど、はい、じゃあ行きますよ。じゃあじゃあじゃあ、はい、行きますよ。じゃあ行きます。ということでほらどうですか。はい、来ましたね。で、こうやってリズムに合わせて光るという感じですね。で、押すとパターンが変わります。はい。うん、フラッシュもついてるんですね。そうですね。ね、2つついてます。うん、ちゃんと、リズムに合わせて光ってくれるから見てても気持ちいいですね。パターンがあったり、うん、はい、でこれはオフモード、はい、じゃあ3種類、そうですね、でストロボは別途独立してオフにすることもできます。あ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど、うん、という感じでございます。あ、今ついてるね、はい、いう感じでございまして、なんと光るという風ですね。で、まあ割となんていうんですか、結構タフにできているので、もうガンガン持ち運んで、しかもバッテリー内蔵なんで、横置きも大丈夫です。あ、ゴム足をつけてます、ね。これはね、はい、ちょっといいんですよね。なんかこのオレンジのところです。そうですそうです。はい、これが足になってますので、このように。横でも大丈夫だと。しかもすごいデザインもかっこいいしね。うん、いいですよね、はい、うん、安定感もあります、揺れません。しかもこっちにもどっちでも、どっちにもしていただいて寝かしていいという感じでございますね、はい、うん、意外と僕これここのロゴですか、うん、この斜めに切ってここのロゴがなんかこうツヤツヤしてて、ここがすごいうまいなって思う。 うまいですよね、作りが本当にうまいわ。これ誰が作ってるんですか。誰が作ってるJBL が作ってるんですか。いや、すごい仕事できますよねこの人、うん、すごい作りがうまい、はい、で足一応お見せしましょうというこんなまあ感じなんですけど、はい、あ、もうあらららららららネタがちょっとあのネタがちょっと見えちゃいましたけど、はい、まあちょっともう紹介しちゃいましょう。じゃあ、はい、これは一体何でしょうか。はい、こちらはですね、はい、カッと開けていただくと、はい、お分かりいただく通り、おー、じゃじゃんと穴が開いてます、はい、ということでこれスピーカースタンドそうですにも対応してるという感じでございます、はいはい、でさらにさらに、裏技があるんでそれに関しては後ほどご説明させていただきますので、これかなりすごい機能なんで、ちょっとお楽しみにという感じです。じゃあその前にですね、300の方を今度は紹介したいと思います。はい、はい、じゃあちょっとこれは一旦置いて、じゃあそのね手持ちがあったりでこうやって持つこともできるんですね。こうやって。そうですね。だから実際の重さよりはかなり持ち運びやすい。ですね。形かなと思います。なんかもうこうやってこうなんかくる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 回ってパーンって投げたくなるような。2020年で新しい種目にパーティーボックス投げみたいな。はい。ハーマンさんの力で申請できないですか。はい。ということで、
あ、でもこういうのとさ、もう全然違うわ、はい、サイズが、はい、これだってちゃんと大きい音出したい人で、しっかりとしたものが欲しい人とかはこっち買った方がいいと思いますよ。そうですね、だって2万5000円足して、うん、これは全然違うわこれ、うんうん、だって 160W と 240W ですから、はい、で、そんなに大きな音量出さないよっていう人でも出音の余裕が多分違いますよ。そうですね、うん、もう聞く前からなんかもうこれはね全然違いますよ。じゃあちょっと配線を、うん、もうね、起動音がもうなんか迫力が違いますね。ちっこい JBL のスピーカーよく見るやつ、はい、JBL GO とかフリップとかフリップとかの音なんですけど、もうその音の低域の突き上げ具合がもう半端ないですね。そういうとこうまいよな、ね、最初で電源入れて、その、この音聞いたときびっくりしますよね。すごーみたいな。はい、はい、じゃあちょっと一緒の曲かけてみます。で、ちゃんと違いが、今から私がですね、これが5万いくらの価値があるかどうかも皆さん正直にお伝えしますんで、いいですか、正直に。ぜひぜひ、はい、お願いします。いうことで、もう忖度しないという忖度はなしよ。忖度しませんので、はい、はい、じゃあちょっと一応つけとくか。これ一応ボリュームの、あ、これボリュームになってんの。あ、すごい、上げるとこだんだん、あ、めちゃ便利、はい、賢っ。、うん、ですし、まあこれ他のやつでもよく言うんですけど、姿形も一緒だし、まあ光るし、まあ別にこっちでもいいやって思ってる人はいるかもしれないですけど、もうサウンドのもう余裕が全然違いますね。うんうん、なのでいい音、音を追求したい人はもう絶対こっち買った方がいいですね。はい。はい、で、さっきだと、まあ、20人30人っていう感じだけど、これだと室内だったら頑張れば全然100とかもいけますね。うん、うん、まあコンサートみたいな感じにはならないけど、普通にその演説っていうか、はい、お話とか授業とか、はい、PA とかなんちゃら講座みたいなセミナーとか、うん、まあ、ちょっと下カラオケとか、はい、でも全然いけちゃいますね。はい。で、しかも、なんか、ちょこっと、まあ、大きいは大きいんだけども、デザインが丸いじゃないですか。丸まってるから、そんなに置いといても圧迫感もないし。そうですね。うん。うん、しかも、なんか、
なんだろう、例えば結婚式とかウェディングとかでもそうなんですけど、なんか結構物々しい感じでカクッカクッカクッみたいな感じの、いかにも PA ですみたいな感じじゃないから、そういうものでもかなり使いやすいし、ちょっと花を添える感じも、ね、ありますし、ライティング間違いない間違いない、はい、うん、そういう感じなので、まあ、かなりいいんじゃないかなと思います、はい。で、上部に関してなんですけど、これは、100と一緒ですね。全く同じですね。全く一緒ですね、はい。なので、まあ、説明は省きます、うん。で、裏面が若干違うので、それは解説をします。で、裏面なんですけど、まずですね、ここの AC の位置が、100はここにありましたけど、ここにありますね。で、あとは、バッテリーですね。バッテリーが、これがですね、多分ちょっと違うと思いますね。あ、一緒だった、ごめん。一緒でした。はい。給電一緒でした。はい、失礼しました。で、同様に USB メモリーに、楽曲を入れれば、それも、再生する機能もついているということです。はい、で、決定的に違うのはですね、インプットとアウトプットで RCA になってますので、高品位にですね、インプットしたい場合は、かなり嬉しいですよね。はい、安定しますからね、はいはい。で、あとはギターとマイク、これもさっきと同様についています。で、これなんですか、これは。これはですね、はい、いわゆる左と右です、うん、これを拡張、増長する、増設することができますので、うん、増設した時にどちらのスピーカーを左のスピーカーにするか、右のスピーカーにするか、もしくはモノにするかというのを切り替えるためのボタンでございます。なるほどなるほど、はい、という感じでございますね。はいはい、いう風で、あとはこちらが、あ、それ何ですか。じゃじゃじゃ、こちらに DC と書いた端子があるのをお気づきになりましたか。あ、本当だ。これはですね、実は、うん、この端子を見て分かりませんでしょうか。あ、これひょっとしてあれですか、あの車のシガーソケットの端子でございます。ですので、こちらをですね、うん、DC につないで、うん、車のシガーソケットにつくと、なんと車で再生ができると。あ、そういうこと。これはパーティーボックス300だけの機能でございます。なるほどなるほど、はい、一応これ充電はできないか。充電ができます、これ。あ、充電できて、はい、なるほど、はい。っていうことは、これさっきちょっと話してたんですけど、車屋さんとかでも売れてるらしくて。そうなんですよ、はい、要は車載スピーカーで、はい、まあ、いろいろとその組み込みするのめんどくさいとか、はい、っていう人はもうこれ買って、これつけて、はい、これでもうバコンと、そうです、鳴らすと、はい、いう感じで終わっちゃうわけですよね、はい。今車のトランクとかにもこのシガーソケットがあったりするので、こう開けてそこでバーベキューするというような使い方をされる方がいらっしゃる。なるほどね、はい、うん、そういうのにも対応してると。これは300だけで分かってる感ですね、これ。そうなんですよ、パーティーも、パーティー分かってますね、はい、はい、いう感じでございます。どうですか皆さん、これかっこよくないですか。本当に結構モテ度も高いですよ、これ本当に、はい、という感じでございます。で、まあ、そんなパーティーボックスシリーズなんですけど、300の方はもうこれ単品でドカーンといけるという感じなんですけど、そうですね、より広いところに鳴らしたりとか、はい、まあ、例えば、体育館みたいなところとかだと、これを真ん中に置いといてって言っても、指向性って言って、まあ、その音の、飛ぶ範囲ですよね、角度というか、それがですね、まあ、限界があると1個では、うん、だから、まあ、2個でやればいいんだけど、このこいつだとスピーカースタンドが使えるので、はい、より、なんていうかな、広いところでも散らしやすいですよね。そうです、散らしやすい、設置しやすいと、はい、設置しやすいですよね、はい、いうことなので、ちょっと一回それをやってみようと思います。はい、じゃあこの穴にですね、バコッと入れるという感じなので、で、これ取っ手がついてるからめちゃくちゃ乗せやすいですね。お、はい、もうこれでいいです、はい。で、なんか結構大変なんですよね、この作業が。あ、そうなんですね、それはもうね、明らかに持ちやすいので。あ、いいか、まずペアリングの下りやります。そうそう、そうなんですよ。ペアリングの下りやりましょう。まあ、下ろすのも簡単なことで、はい、しまった、ちょっと後に取っといたのに、なんか
グダグダな展開になっちゃいました。しまったな。さっきの秘密の機能ですね、はい、それを紹介したいと思います。これが、2台、あるということなんですけど、まずですね、これまあ電源が入ってると、想定して、まあまあ電源入れましょう。はい、はい、2台駆動しました。これで、あ、すでになんかで、この状態でですね、はい、Bluetooth ボタンを5秒長押しします。両方ともですね、うん、そうするとという特殊な音が聞こえてきまして、はい、これでこの2つがペアリングされた状態になります。おー、すごい。今これでこの2台のスピーカーは、うん、レフトチャンネルのスピーカーとライトチャンネルのスピーカーというステレオスピーカーに変わりました。という感じでございます。素晴らしい。賢いっすね、はい、なんかシンプルでボタンとかも少ないから、はい、できることが制約結構あるのかなと思ったけど、意外といろんなことができますね。意外といろんなことできますね、はい、でなんかあ、間違えた。撮ってていいや。さっきの光るやつ、はい、光るやつとかでもあれボリュームになってたりとかするじゃないですか、そういうのもすごいいいし、結構使い勝手にも気を配ったデザインと ね, と思いますね。あ、いかにしまって、これも Bluetooth ってありがとうございます。大丈夫、あ、いいよ、もう LINE できます、LINE で。はい、LINE で突っ込みましょう。それが心配です、はい、ちょっとじゃあ鳴らしてみますよ。こっちがマスターじゃないかな。左です。左がマスターになってるってことで、はい、これはね、ちょっとどれぐらいのレベルの音がするのかっていうのが非常に楽しみですね。はい、じゃあちょっと楽しみだな。あれ、ちょっと待ってくださいよ。一旦ボリュームがゼロになるのかな、これ。あれ、上げてますか。ちょっと待ってくださいね。ここはさすがにつまみます。はい、いきますよ。そうです、それどうですか。はい、あ、いいの、いいですよね。こっちかな。そっちやってみましょうか。はい、こっちかもしれないです。そうなんです。お、すごい、来た。あれ、来ましたね。両方鳴ってるから。こっちでペアリングすればいいのかな。そうですね、今そっちが親になってるのでですね。そっかそっか、 LINE で飛ばすやるとダメなんだ。一応流れるけどみたいな、うん、早すぎるんだよね、多分ね。早くなりすぎちゃうというか、すぐにできた。流してますが、鳴るのに時間がかかるのかな。そんなことないんですけどね。結構サクッと。
もう一回あの Bluetooth ボタンを直してもらっていいですか。そこかな、どっちかな。プラスとマイナス、プラスマイナスの間、こっちはあのライティングボタンの向こう。左ですか。左ですね。よし、もうちょっとした。よし、ここです。あ、見つけた、ライトやつこれかな。5秒の話です。はい、ですね、はい、で、今この状態で多分 Bluetooth で先にスマホとつないでてペアリングして、うん、これでいけるんじゃないかなと。おー、来てる。来てない、来てない。なんだろう、困るな。もう一回、もう一回、もう一回 Bluetooth ボタン。本来左がマスターとは言われてる。一斉ので、来ないですか。あれ、なんでずれるんだこいつ。めっちゃずれてますね。言うか、もう一回やります。おしっぱですか。おしっぱです。おしっぱで5秒です。いきますよ、いっせーので、3、4、5。きた、これがきた。うん、これで再生したらいくと思うんですけど、うん、光もなんかリンクしてる気が。こっちにペアリングしてもらっていいですか。ブルートゥースのペアリングモードなんで、はいはい、2個接続済みになっちゃった。1個外した方がいいよね。そうですね、どっちか分かんない。さっきでもそのままの状態で再生したら、はい、そうだね、ええ、なればいいですもんね、要は。今鳴らしてます。で、こんな間が開くんだろうな。これって再生してるのでサウンドクラウドって出しましたけど、サウンドクラウド、うん、普通ですね。あ、サウンドクラウドがなんか相性悪いのかな。全くこんなこと僕経験したことない。ほんと、じゃあ一回電源切りましょうか。そうですね、電源が、こっちか、 Bluetooth ボタンだ。てか下ろしゃいいじゃん。あの、ね、ここに至って下ろしゃいいじゃん。そうだそうだ。そうか、あ、長谷さん、とりあえずいいっすよ、はい、ちょっとここ一回